Bonjour à tous, c'est Jojo tout court. Aujourd'hui, la chaîne YouTube de Manganime reprend du service après une petite absence. Et rien de mieux pour fêter ça qu'une interview inédite de Kenji Kamiyama et de Yoshiki Sakurai, réalisateurs et scénaristes notamment connus pour l'excellente série Ghost in the Shell Standalone Complex, datant de 2002 et produite par Production IG. Notre équipe a eu l'occasion de les interviewer durant leur venue en France, pour la promotion de leur nouveau film Hirunehime, Rêve éveillé, où l'on retrouvera M. Kamiyama à la réalisation et M. Sakurai à la production. Comment vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble il y a plusieurs années pour Ghost in the Shell? Oui, Ghost in the Shell, c'est le premier réalisateur de la série. Et à ce moment-là, 若い脚本家っていうかね、新しくこう参加してくれるスタッフを探していた時に、彼がね大学で書いていた論文がとても面白くて、面白い論文を書いてた男がいるんだけど、ちょっと読んでみないかって言われて、それを読ませてもらって、ロボットに関しての論文だったと思うんですけど、それがとてもこう僕の印象にとても残っていて、もし興味があるんだったら、ぜひ攻殻機動隊をテレビで作るので、それに参加してくれないかっていうことで、それが最初のきっかけだったと思いますね。僕は基本的に上山監督が言っててくれた通りなんですけど、僕の当時の大学院の指導教官にアニメの攻殻機動隊の新しい企画が始まるので、会社見学に行ってみたらどうだっていうことがきっかけで、最初見学に行かせてもらって、でそこで初めて神山さんとお会いしてっていうのがきっかけです。10 ans après avoir fait Ghost in the Shell, vous avez travaillé ensemble pour Hirunehime. Quelles ont été les circonstances qui vous ont donné envie de retravailler ensemble depuis? ですね、Hirunehime は今まで僕が作っていたプロジェクトともまたちょっと違うプロジェクトだったんですね。まずオリジナルの長編劇場作品であるっていうことと、あとは今までビデオメーカーが大体制作していた作品が多かったんですけども、今回はテレビ局が、制作する映画ということで、そのクリエイター、要するに作り手と、そのテレビ局側の間に立ってくれるこうプロデューサーがね必要だなということで、で誰か新しいねプロデューサーを立ててほしいという中で、僕の作品も参加したことがあるし、その前に一本彼は劇場長編をね僕より先にこう作っていたというのもあって、だったら彼とこう組んでやったらどうかということでですね、今回再び今回はプロデューサーという形で彼に、作品に入ってもらったということですね。そうですね、僕もその前に作ってたジョバンニの島という作品が終わったところで、まあ、次どうするっていうふうになった時に、神山さんが、まあ、1年ぐらいすでに劇場のオリジナルの劇場を企画してるんだけど、そのプロデューサーをやらないかっていう話を、まあ、社長からもらって、でもちろん神山さんずっと僕をこの業界に見出してくれた師匠だし、神山さんとは実は原作ものでしか組んだことがない、攻殻機動隊と精霊の守り人っていうガーディアンズ・オブ・ザ・スピリットってやつでしか組んだことがなかったので、神山さんのオリジナルだったらどんなものになるのか当時はまだ想像もついてなかったんだけど、ぜひやりたいと思いました。Après avoir travaillé pour Production IG, vous travaillez désormais pour le studio Signal MD. Est-ce que ça, que la production, la façon de travailler est différente? そうですね。割とそのプロダクション IG で仕事してた時は、こう固定したスタッフ、ずっと同じスタッフでこう仕事をしてた部分があるんですけど。一旦その CG の映画を作るので IG のスタッフではないスタッフでこう作ってた時期があったので、新たにまたこう作画の
手で各アニメーションを作るにあたってこうスタッフを一から集めていく必要があったので、あのシグナル MD を、まあ、それで作ったというようなのもあるんですけど、あのスタジオも一緒に作っていくっていう感覚だったですかね僕は。なのであの今まで慣れたスタッフと一緒に仕事していくっていうのとちょっと違って、そう新鮮な部分もあったし、その新しい挑戦をしていかなければいけないっていうことで、苦労した部分もあったし、その、まあ、両方ですかね。でもとても新しいチャレンジ楽しいんでね、すごく楽しかったなと思いますね。あのそうですね、神谷さんも今おっしゃったみたいに、あのスタジオが空っぽの部屋があるだけっていう状態からスタートしたので、最初に神谷さんと僕の机だけがポツンとあるっていう広い部屋に、でそこから机を何台買わなきゃならないかってことを考えて、それが1台いくらなのか、それが制作予算の中から出さないといけないので、あの多く買えばいいってもんでもないし、で例えばスタジオジブリが制作部を解体するって言った時にはすぐ作画付けをもらいに行ったりとか、冷蔵庫もですねもらいに行ったりとかですね、その冷蔵庫は電気容量食うってシステム部に文句を言われたりですね、古いタイプなんで。でも新しい冷蔵庫を買うために予算を使いたくないとかね、あのなんで、ね、そういうことの連続だったので、作品を作るとかっていうところのスタートラインにはるかに立つ前のことが結構地味に大変で、僕今でもやっぱり覚えてるのは電気容量がこのままだと足りないっていう部分をがあったんで、人を入れる前に電気工事をしちゃわなきゃならないということで、そこが結構苦労した部分として記憶に残ってるのと、あとはあの自転車が多く、自転車置き場がないっていうことに関して、あのもうずっとそれは最後の最後までいろいろ掛け合ったんだけど、最後まで解決しなかった問題の一つとして自転車置き場があってですね、俺は電気と自転車のことまで考えないといけないのかっていうことはあったのはすごく記憶に残ってます。Dans votre jeunesse, y a-t-il une œuvre qui vous a vraiment donné envie de travailler dans l'animation japonaise? 日本ではとても有名な機動戦士ガンダムという作品があるんですけど、この作品が僕がこうアニメを志そうと思ったきっかけだったですね。あのとてもね、その新しいことをやってたんですよね。アニメーションというものがこれだけ表現の幅があるんだっていうことをすごくこう広げてくれた作品だったので、あの作品と出会ったことが僕がアニメをやるきっかけになったと思います。僕はですね、実はそのそこまでアニメファンじゃなくて、僕の同じ世代だったらみんなが見てたであろう、あの僕の世代だとガンダムというよりも次のゼータとか、あと筋肉マンとかセイントセイヤーみたいなのとかっていうのは僕はことごとく見てなくてですね、あの僕は子供の頃に実はイギリスに渡っちゃってイギリスで育ったの で向こうだとまた全然違ったので、太陽の子エステバンは向こうでやってて、なんでそれはすごい見てましたけど、あのでも父が一時帰国した時に買ってきた風の谷のナウシカっていうビデオをビデオテープが擦り切れるぐらいまで多分見てですね、でちょっと僕はアニメっていうより観点とかよりも動物とかも好きだったんで、不快にいる虫図鑑みたいなのを自分で作ったり、不快の植物図鑑みたいなのを作ったり、自分で想像してそこに適当な自分の考えた植物とか虫を描きたりしたりとかして、まあ遊んでるっていうか、そういうのが好きというか、でそこででもそこで初めてそのアニメーションっていうものに触れたっていうか、すごく興味を持って何度も何度も繰り返し見たなっていう記憶があります。 Vous aimeriez plus tard à l'avenir retravailler sur une série longue comme Ghost in the Shell Standalone Complex ou désirez-vous rester sur le long métrage? Ghost in the Shell っていう作品が持っているなんて言うんだろうな、そのテーマこう内包してるこうテーマ性だったりとか、こう描いてきたこう世界観みたいなものはどちらかというと映画よりはテレビでたくさんねエピソードをこう積みながらその世界をこう表現していく方が、あの作品にとっては僕は向いてるんじゃないかなと思っていて、あのテレビシリーズの方がね、僕はもし広角を作るんであれば劇場一本よりもね、こういろいろ描きたいことがこう思いついてくるので、映画のあテレビの方がいいような気がしてます。あの僕はその映画でもテレビでもあのどっちも面白みがあると思うし、短編とかも面白みがあると思うんですけど、あの
もう一回神山さんのオリジナルをやってみたいなっていう気持ちはすごく強く持っているので、次に神山さんが降格、まあ、現実的には降格の後になっちゃうんだろうけど、その時に神山さんが作りたい作品に応じて何か、まあ、それはオリジナルの劇場なのかオリジナルテレビなのか、なんかそのため の, あの準備をしたいなっていうふうに思ってます。Quel est votre avis sur la dernière adaptation de Ghost in the Shell par Rupert Sanders? 日本のアニメに対するすごいリスペクトを感じたし、とてもこう難しいテーマをそうシンプルに見せるよう工夫はしてるなというのをすごく感じましたね。非常にそのこれまでカルト的な人気ではあったけどカルト的な存在だったゴースト・シェルっていうものをすごく世界的にしてくれたと思って、そこに関してすごく感謝というかね、すごくメジャーなものになったなっていう思いでいっぱいですし、でそのことで、ね、またその次にね、上山さんと荒牧さんが次にやるゴースト・シェルのプロジェクトにすごくいい感じでバトンをまたこっちが一度渡したバトンをもう一度こっちに渡し直してくれたなっていう気分ですね。Merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions. C'est la fin de cette interview. Vous retrouvez Irénée Aimée au cinéma par Olivier Aimée et Eurozoom.